はい、やってまいりました。MSSP のその場限りでまたよろしければ、はい、このコーナーはですね、星の数ほどあるアプリゲームを、うん、我々4人が、独自に選んできて、はい、ちょっとプレイしてみようというコーナーになっております。はい、私は FB27 です。キックマクスです。山本です。はい、今回私が選んできた、今回私が選んできたゲームはこちら。何回言うの何回言うのはい、私が選んできたゲームはこちら、ま、人生のエンドロールでございます。 お前が好きそうだな、なんかタイトルはでしょ。これ誰が選んできたの？これ私が、はい、僕が選んできました。あ、本当？はい、じゃあこの僕が選んできたゲームを、うん、そうですね、じゃあ僕が選んだようにやってもらおうかな。いや、もうそれはそうですか、もう言わなくてよかった。やります、やればいいんでしょ。はい、じゃあやってみてくださいやりますよ。あ、プロフィールちゃんとじゃあ入力してみてください。名前、カード破産。あ、そこでもちゃんと入れて。え、なんで？そこで、あの、結構ちゃんと入れなきゃ、これゲーム性が崩れてしまう。あ、そうなんだ。そうそうそう。え、名前を入れるってこと？名前ちゃんと入れて、うん、ひらがなでもいいよ。じゃあ AOAO で、はい、OK。 まあ、フリック簡単だなだろ確かに、こうだからね。で、生まれた、1985。まあ85なんだ。俺83だぞ。そうだ、そうだよ。3月、20歳違うわけだよ。頭悪っ24日、 OK、はい、じゃあ決定を押してください。さあ始まりましたよ。あ、エオファイター2エンドロールえ、もしかしてもう終わったお、3月2日エオエと名付ける鉄のように可愛い男の子で生まれそうです。初めのままでこの頃から無口だ。そう、喋ってないよ。運命小学校入学、プリンのカラメルのみを頼む。おエッチな本を持ってきたのがバレて屋上で正座させ33日。そんなに。お、修学旅行でオーストラリアに。ホテルが全焼する。はしゃぎすぎだろ。はっちゃけてるな、お前。甘崎中学校ベルゼバブ。ベルゼブベルゼブブね。ベルゼブブ。ベルゼバブってもうジャンプじゃん。漫画だよ。修学旅行でゲームばかりして旅先の思い出がない。消費税が981%。やばい。やば。さあ、悪魔高校。悪魔高校。まあ実際俺らのここ悪魔みたいなもんだ。行方不明。すぐ行方不明なんの。 いくら入ってたの？1、10、100、1000万、10万、100万、1000万入ってたの。太陽系大会に出場して修学旅行はグリーンランドなんだ。お、一人目の彼女、山本六郎なんちゅう名前や。国務省大学大学お前の仕事の。お、札幌に引っ越すぞ。いいね、なんか微妙に合ってるね。ね、お、会社立ち上げた芸人か大丈夫かよマジかよ。お、林とめと結婚したらいつ付き合ったんだよ。ロクロはどうした。お前オーストラリア好きだな名前はヒロシ。ヒロシ、割とそこはまとまらない。五月病になり会社を畳む。お漫画君だったぞ。ペンネームは不正だぞ。さ、価格操作してたのにおお、40歳だった。しかも50になる、60になる、70になる何も思い出がないある意味ことぶき引退する。どういうことや。漫画家になる漫画家よ。何回漫画家何回なるんだよ。ある意味ことぶき何回だよまた会社立ち上げたぞ満を持してて持すぎてるわ。満を持す、また再関係です。100歳になった。マスコミ。そしてそしてそしてどうなる。さあどうなった。寒中水泳中、爆弾の起爆スイッチを切り損ね、長い長い夢を見ていたよ。夜明けに迷う心を始めようということ、意味が全然わからない。全然お前の時世の分からない。でも109歳まで生きたら
結構長生きだね。生涯年収やばくね。1兆100千万、10万、100万、1000万、7億。7億。まあ結構稼いでんじゃん。やべえ、会社起こすぐらいだからね。普通のリーマンの3倍ぐらい稼いでんね。え、5万人も蹴落としたの、人生。結構蹴落としてんの。お前のおかげで笑顔になった人1万6000人だから、蹴落とした数の方がはるかに多い。その蹴落とした数が葬式に来てんじゃねえよ。すごい。というわけで、エオの人生でした。おー、なるほど。これは、これは面白いな。なかなか面白いね。でしょ、うん、はい、というわけで、人生のエンドロールでございました。はい、皆さんもね、人生、どんな風になったのか、このアプリで確かめてみてはいかがでしょうか。なるほどね。はい、ちなみに同じ名前を入れても、全然違うことになります。なるんだなるんだ。何回も楽しめますから。ランダム性ですね。ランダム性が半端じゃない。はい、セーブできますけども。おー。はい、というわけで、今回はこんな感じで。はい。じゃあ全世界のみんな、バーイ。バイバイ。バッター、キック、マーク2。ピッチャー、FB37。さあ、さあ。うわあ。こちらこちらの方に、おーおーおー、そしてニコニコのチャンネルはこちらこちらで、スマホで見てる方はこちら。おお、さあピッチャーエオエオ、バッターツクオ、第1球投げました。またセーフ。